で今日はですね、まあ、あのテニスの戦術というよりかは森戸の反省を。は？は？それ。まあまあ。誰が知りたいんそれ。誰が興味あんねん。いやいや、その中学、どこ中学校出身でみたいな。誰が興味あんねんそれ。いや、さすがに喋らなくていいです。いやいや。もちろんテニスです。あ、テニスで、ね、はい。で、僕が知ってる限りでは、多分僕が、某テニスクラブに入った時に出会いましたよね。はいはいはい。で、その時は多分ね、まだ、全国レディースの予選に出てって、まだまだな、うん、で、なんか関西、何だ、関西大会に行ったみたいなところが最初僕見た時です。ソニー生命っていう試合が女子連で大きな試合があって、で、そのソニー生命の試合のベスト8に入ったら、まあ、関西大会に行ける権利が、大阪予選のベスト8に入ったら関西大会に行けますよ。で、1、2、3位が東京に行って、大阪代表としているけど、4位から8位までは関西大会で、それも大阪代表で行く試合になってくるので、まあ、最初は関西大会から結構ステータスみたいな感じですね。あ、じゃあ目指す人は最初はそのいきなり全国っていう人もいますし、行きますし、レベル的に行ける人もいますし、関西大会、まあ、まずはちょっと関西大会を目標が、ベスト8を目標に、そうね、みたいなのを目標にする人がいらっしゃるんですか。そうそうそう、大阪結構関西大会もすごい強くて、やっぱりこっちも。で、実際何回出たんですか。何回出たか、結構出た。関西大会に出た時は初めて。それは初めて。あ、初めてで、まあ、ベスト8。あ、違う、2回目。初めてはもう全然勝てて、2回目で関西大会に行って、4位から8位の順位決めっていうのがあって、はい、でそれの5番かな、6番ぐらいで、でっていう感じ。その時から後藤さんですね。後藤さんとしかソニー生命は出てない。なるほど。そう、楽しい。後藤さんね。後藤さんといた。後藤さん楽しい。あ、そう。そのベスト8よりも下で負けてる時期があったってことですね。全然ある。最初から勝てなかったし。皆さん聞きました。最初は勝てなかった。そうですよ、私試合出始めたんだって、子供2人目産んでからなんで。ああ、そう。35ぐらい。はい、年齢バレちゃう。ああ、ごめんなさい。今28です。しときます。すみません。でも全然選手でも何でもないですし。ああ、そう。はい。で、そう、2回目で関西大会。あ、そうそうそう。関西大会はどんなんですか。関西大会は、近畿の中の、9都道府県、はい、で、総当たりでやんねんけど、4位の人は他府県の4位の人が当たって、5位の人は他府県の5位の人でやって、なるほど、っていう感じで、勝率が一番高い県の勝ちみたいな。あ、なるほど。じゃあ大阪の、4位と奈良の4位と、そうそうそう、4位同士が集まった中で一番を決めると。全部の勝敗だから、4位の人が勝ったり負けたりしても、8位の人が全勝してたりとかすると、大阪が勝ったりします。あ、なるほど。それはあれか、大阪代表やから。あ、そうそうそう、大阪として戦う。なるほど。それの総合というか、そうそうそう、4、5、6、7、8やから 5チーム。へー、なるほど。はい、だから団体戦として行って楽しいです。はい、それどこであるんですか。それは、青のリズム、青の動き、私らの。あ、それもあれか、年々変わるんですかね。いや、どうですかね。青のリズム、青のリズム。それ2年目、3年目は3年目、なんかコテンパンに負け。あ、3年目に全部じゃないの。あ、違う、全然そんな、全然すぐ行けないんですよ、これまた。なんか行ったり来たり、負けたり勝ったり。3年コテンパンやられたんですか。コテンパンに調子乗ってたから。後藤さんのせいで。いやいや、まあ、当たらんかった日なのかもしれない。そう、はい、でもなんか年によってちゃいますから。そう、年によって。で、4年目はで、その辺でエコ行ったんかな、大阪代表で。まあ、私ら3位でしか行ってないんで。あ、そうなの。3回行きましたよね。そう、3回行ってて、3回とも3位。準決勝で負けてるんで。ああ、全部。そう。で、
決勝で負けて、3位決定戦をするんだけど、で3位決定戦が一番そのソニー生命のすごい分かれ道で、3位になったら東京行けますし、負けたら関西大会やしっていう、なんか一番みんなが盛り上がる試合をグランドスラム並みに観客が集まるんですよ。3回やりました。3回やった。寿命縮まるやつ。一番もう緊張して抵抗なんだ。でも3回とも勝ち切ったって、3回とも勝ち切ったよう、お父さん勝ち切りましたね。こんなん、もうこんなんなってましたね。ああそう、打たれへん、まさか落とすのこんなんです。お父さん試合中にグリップどうやったかって私に聞いてきましたから、ね、フォアのグリップでどうやったっけとかって聞いてきたから、ギャグですね、みたいな。いやいや、それも作戦とかじゃない、あ、勝ち切ってるっていうのが、そうそうそう、でも緊張をもしかしてあのほぐす後藤さんならではの工夫やったんですか。そう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 、はい、悔しい、もう顔引きついてる。いやでもそんなんよ、ほんまにそんなん、そう、もうめっちゃそれに向かってみんな一生懸命やってるから、もうすごい緊張もするし、もうなんていうんやろね、もう独特な感じ、なかなか大人になって一生懸命そこにのめり込むことってまあないと思う。そうっすよね。で緊張することないし、その緊張感を味わえるというか、そう、まあ、味わいたくて行ってるわけじゃないんでしょうけど、そのまあそうなっちゃってんねんけどスムーズにあの決勝で勝てればもうそれでいいねんけど、あそう、なかなかそんなわけにもいかず。で1回目の全国レディースはどこやったんですか。1回目の全部東京、あ全部東京か、東京の昭和の森で行って、で1回目は、神奈川に何回戦、2回戦負けたの、はい、あでもあれドローンもあって、ベスト4になったら卒業って言って出れない試合やったけれども、関東の方が強い。でも大阪も別に弱くはないでしょ、あの風邪いるの、あもちろんもちろんもちろん大阪も強いんだけど、やっぱり神奈川とか、やっぱ人口人口が多い、愛知とかがやっぱりもう何回出てもなんか強い人が層が厚い。でもなんかどこ何回戦で関東に当たるかみたいな、まあ、最近その広島とかも強いし、新潟とかもすごく強いし、もう関東だけが強い。なるほど、全体的にレベルが上がってきた感じがあるんですね。で兵庫とかで必死知り合いだったりするし、 あんま近くは嫌よ、で監督さんは、その日にくじを引いてドローができる。いやそれ緊張しますね。監督さんもすごい引きが大事やん。そうっすよね。運命が勝ってますもんね。いやいやと思います。で2回戦で分けて、じゃあその次の年も3位決定戦で勝って代表になって、あそう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 、そこは3年連続なんですか。連続じゃなかったと思う。あそう、うん、1回行ってまた負けてみたいな。あどっかで負けたんですか。へえ、だからもうそんなんで2回目は、2回目は卒業できなかったんです。ベスト4に入れなかったんです、ね、2回目も、千葉かなんかに負けて、で3回目がようやくですね。あそう、はい、3回目で準優勝ですね。そうそうそう、決勝で負けた、伝説の転倒があった事件があった。そう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 、はい、伝説よ、伝説も、はい、コートの中でこけるとか何十年もないよ。まさかの東京のあんな大きな舞台でぶつかるよ、ぶつかるとかありますね。しりもりしてましたよね。そうそう、吹っ飛ぶとかありますなかなかないですよ。いやでも貴重な経験しましたね、あの決勝の舞台で豪快に2人で、2人ともこけたんですか。2人ともこけた、でも私は吹っ飛んだし後藤さんも転んでたけどなんであんなことになったんやろ。いやそこのムービーがあったら、テンパってるからお互い、テンパってるんですか。もう無理やって。なるほど、あそうですか。そのいきなり関西大会とかっていうふうに思ってたんですけど、いやいやもう全然そんな甘い、いやいや世界じゃないの。今となってはなんかもう伝説の人みたいになるじゃないですか。そんなことないよ。メディアデビューもして、だって誰もそんなこと言ってない。あそうなんですね。全然もうすごい、はい、だからもう生徒さんにもぜひソニー生命出てくださいねっていうのをお勧めしてて、一生懸命になれるっていう。でなんか具体的にその全国に行くようになってというか、勝てるようになったみたいなきっかけとか、なんですか、技術の向上みたいなの、なんかそんなんってあるんですか。息が合ってきたとか、いやそんなことはないねんけど、勝ち上がっていくと周りにお友達が
増えてきて、はいはいはい、でそのお友達とかももちろん上手やし、練習とかやっていく中でやっぱり上手い人と練習やっていくと自分の技術も上がるしっていうところからなんかこう買っていけるようになった部分はあります。へえ、はい、だから私の周りの人はすごく上手な人で誘ってもらえるようになったから。それは何ですか、やっぱ人柄ですか、ね、人柄だけじゃないですよ。いやどうなんかな。でも一緒に練習してもいいと思ってもらってるってことですね。あ、そうそう、ありがたいことに、はい、みんなが誘ってくれて、で、まあ、練習したら、まあ、レベルも上がるんちゃうかなっていう感じ。だから同じ人とずっとやってても上手にはなれへんかもしれないから、ちょっと上手な人、自分よりか上手やなっていう人と練習した方がやっぱり質のいい練習というか、同じテニスをやってても自分のレベル向上とかで、メンタルもやっぱり若干緊張しながら練習をするっていうのはすごく大事で、やっぱ練習と本番が全然違うっていうのは、本番で自分の実力が出ないから、まあ、緊張しながら練習をして本番にそんな緊張しない人のやっぱ勝ちやと。いやー、わかりますわ、うん、だから本当にいつも上手やねんけど試合になったらちょっと下手くそみたいな感じがしてるじゃないですか。だからそんなん良くない。なるほど、やっぱりそうですよね。そう、普段の練習でなんかこう、もう和気あいあいとこう、そうそう、大事ですけど、ね、バーンと打ってたりするけど、うん、全然試合では入れへんとかなったら、やっぱり練習では打てても試合で打てられへんやったら打ったらあかんやろみたいな感じになっちゃうし、まあ、なかなか望んで行きたくはないですもんね。なんか緊張するところにわざわざ行くみたいな、ちょっと勇気のいるところでもあります、ね。まあ、慣れてはきますけど、ね、慣れてくる。今あんまり私試合緊張しないんですよね。やっぱそのそういう怖い存在の人たちと練習をしたというのが結構効いてくる。そうです、この YouTube の方が緊張します。私あそうでもこの間お客さん言ってましたよYouTube 慣れしてきてる。してないわしてないのよ、これ緊張するのよ。あ、そうですか。そうやってだから練習相手というか練習する環境をちょっと慣れ親しんだ人というか、大事大事、それは大事ですね。はい、そういうところに頑張っていくということですね。そうね、やっぱり人は大事ですね。難しいところですよね、でも練習相手。練習相手はやっぱりそれはやっぱり人ですね。人脈大事。なるほど。人脈が大事。人脈、大西君に一番欠けてるやつじゃないですか。欠けてます。いや、欠けてるとこはいっぱいありますけど欠けてるから川に飛び込むんですけど。そうな、よくないね。あ、人脈ね、なくはないんですよ。うん、ほんま、ほんまにわからない、ほんま知らんねな。まあ、そう、身の回りにあんまいないです。少なそう性格にちょっとなんかですか。いやいや、でもお互いっす、ね、大西ファン怒られると。大西ファンで20人ぐらいしかない、はい、いやいや、でもコアな、コアな、まあ、チャンネル登録者数7000人いますけど。ていうかもう大西くんのなんか喋った方がいい。え、なんかいやいや、この間ラジオのやつ見ましたラジオのあれ投稿してるのに、あれね250曲ぐらいしか見ない。うんうん、あ、僕と森田さんが黒板の前で喋ったやつあれね1800回ぐらいだ。頑張れ頑張れ大西くん。何なんすかね、僕結構トーク成長してきたと思うんですけど、ね、いや、もともとに比べたら全然成長してる。レッスンの時あくびしてましたから。いや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 、思わなかったんですよ。入りたての頃はね、だいぶ成長しました。ほんまその時舐めてましたから。テニスのレッスンもそうです。トークも達者になってきた。英語勉強中ですか、うん、やっぱそういうところは。あれ、まあいいわ、ファン話は飛びましたね。なんか具体的にその、はい、この戦術というか、うん、あ、こういうのなんていうか、こういうパターンが新しく自分のものになったなみたいなのがいいんですか。こんなパターン、うん、例えばそのさ、なんですかね、その勝てなかった時期があるわけじゃないですか。はい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 、うまく、あ、まあ、その練習環境を変えて、うんうんうん、で具体的になんか、あ、こういうあまり緊張の問題だけですか。緊張の問題は大きいよ。あ、そう、うん、練習と同じように試合に入れる人ってやっぱり大きいと思う。あ、なるほど。でも結構技術的に普段から向上しようってする珍しいパターンじゃないですか。あ、そう、あ、そう言うたらかんけど。あ、そう、うん、
なんか常になんかこう新しい課題持ってやってる感じはあるんですけど。ああ、そうね、そうね。まあ試合に出てるからね。うん、負けもするしね。なるほど。まあ、具体的にじゃあなんか大きくそんなに技術が変わったっていうわけじゃないですか。勝った要因が。でも、その敵に合わせて打っちゃ勝てるってもんでもない。ああ。打っちゃ勝てるって思ってたんですか。後藤さんみたいな。あの敵がもし優位のが嫌やったら攻めるプレーかなと思うし、敵の嫌なことをしていいかなと思うし。あ、なるほど。そうそうそう、だから打ったら勝てるとかっていうのは良くないかな。そこら辺はじゃあより追求するようになってますか。そうかなと思うし、あとまあ仲間が上手やから、私を組んでくれてる仲間が上手やから、まあ自分がミスだったらこうペペンって言ってくれるから、そうそう、ありがとうっていつもありがとうございますって感じじゃない。なるほど。そう、私じゃないの。でもなんか私が目立ってるように感じるけど、違うな、私のペアがうまい。私は結構美味しいとこ取ってるだけだ。そう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 。でもそんなことないと思うんですけど、まあまあ出てるみたいな。まあ、そうですか。そうよ、よく見てください。私は多分あんまり何もしないね。猫マンがポコンポコンバーンとかやってるから勝てるだけで、そうそう、そうやって。はい、ということで、まあ、参考になったかは分からないんですけど、とりあえずちょっと練習の環境を変えてみるってことだったり、まあ、相手が嫌がることを常にこう追求して練習してみてはいかがでしょうか。はい、では時間なんでさよなら。さよなら。今日もう勝ちます。よっしゃ、頑張ろう。うまいで。